それでは長襦袢の畳み方をご説明します。はい、長襦袢も着物と同様にまず最初脇線を折ってください。次は向こう側の脇線もきちんと折ってください。はい、こういうふうにこんな形になりましたら、この脇線を背の中心のところまで持ってきます。背の中心まで持ってきます。で、袖はそう、この今折った線のところに袖口を合わせます。次に向こう側の脇線も同じように、今度はここに線、脇が来てますので揃えるような感じで折ります。はい、袖はここの線に揃えて袖口です。で、次が半分に折ります。はい、これで長襦袢の畳み方です。